せーの、マリンパッパです。はい、今ねふーちゃん家で編集をしてたんですけど、ふーちゃんね寝不足みたいで途中で寝落ちしちゃったんですよ。で今日は節分の日で急遽カメラ回してるんでね、動画は当日には出せないんですけど、今から豆をスーパーかどっかにパッと買いに行って寝てるふーちゃんにお面をつけてふーちゃん家で豆まきしていきたいと思います。イエーイ。そんな感じでパッと豆を買いに行ってきたいと思います。レッツゴー。はい、今スーパー行ってきて隣の部屋に行ってるんですけど、普通の豆を買おうと思ってたんですけど、こんないいものがありました。最高じゃない、豆まきバズーカ。やばいよ、もっと買ったらよかったな。これと豆まき終わったらふーちゃんと一緒に星の数だけ豆を食べる分、これとね起きたらやばいんで早速やっていきたいと思います。こんな感じ。取れてないのか、どういうこと。てか別にさ、これさ肉いらんよな。ほらこんな感じ、すごくない。こんな感じでこうパンって感じですね。はい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 、なあちょっと待って、これさ小袋バズーカやねんよ。あのさ、豆じゃなくて小袋バズーカってことは、この袋を投げるだけやん。絶対そうやん。え、どういうこと。だからね、これね小袋豆物になって、隙間とかがねあったんで、ちょっと自分でテープとか貼ってアレンジしちゃいました。天才、天才やん。こんな感じでね、で、して今からこの豆をね、で、草。おー、でさ、豆がさ、ちょっとさ、どうなったりかさ、少なかったから、食べるために買ってきた方の海苔も投げようかなと思います。はい、二つともね。もうほんまにこれやめて、ほんまにこれ
今日の企画もふーちゃん家で豆まきしてみたでした。おはよう、かたして。めっちゃうざいわ。めっちゃうざい、あんたの顔。イエーイ。もうおはよう、かたして。ふーはもう1時間かかって、こんななんかクオリティ高い系になると思わんかった。どこが高いねん。なあ、きっと豆捨てになって。クオリティ低いし、豆も別にそんな多ないし。中途半端、中途半端やんな。なんなんこれ。そうやね、豆も途中で買いに行ってバズーカの準備向こうの部屋でしててんけど、あれこれ中途半端なんな、これクオリティ低なんなと思うんだけど、もう時間はないし起きたらやばいしやっちゃおうみたいな。もう嫌やって、このソファーとかも掃除めんどくさいって。まだもうちょっとしたらなあかんからさ。いいよ、それ全部やってって。やっぱマジで無理やね。じゃほんまにやって。ちょ、もうほんまにそれだけはやめて。めっちゃ怒ってるやん。いや、めっちゃうざいわ。え、ちょ、ほんまに掃除して。ちょ、もうカメラ置いてやってよ。え、めっちゃ怒ってるやん。いや、もうふーねって、お前歩くな、そっから。ちょ、あーあー、マジ無理。あー、もうマジ無理。お前、あー、怖い。なんか嬉しそう。え、それは絶対やめとき。自分のためにも、自分のためにも絶対やめとき。え、そう。え、ちょっと待って、ベビースターバビルなんて。なあ、ほんまに最低あんた。まあ、早く片して。とりあえずお片付けしようか。あー、もうめっちゃ嫌。そこもな、その右。あんた右片付けさされてます。右も、右、それ右。聞こえてる。ふーはなくてやばい。服もうほんまになる。しかもそれベビースター、あんたが投げて。自分で投げたやつ。おにゅうの分で。もう明日着ようと思ってたやつやで。だからあんたベビースターはそれやめとけ、絶対やめといた方がいいねって言ったやんな。言ったやんな。これは私ではありません。もうほんま、もう待って、もうなる。いつ明日おしゃれしようと思ってたのに。久々の休みやから。そう、明日久々の休み。ふーちゃんカニピッピとデートを。あんたがそんなん言うから、ふーバリ匂わせみたいになってからやめてやる。家で豆まきって大変。絶対さ、自分が子供とかできたら家で豆まきなんかしてないもんな。え、ふうする。じゃあ、いるやん。違うねん。嫌じゃない。ちょっと待って、あんたさ、節分の日の定義知ってる？知らん。鬼を外に出すねんね。で、服はうちやで。だから私を外に出して外に投げなあかんねん。あんた家の中に豆投げてんねん。外に、うざそうにすんだって。あれやな、昔ジャックポットで片付けせんと帰ってたな、よくな。そりゃそうや、成長したな。ほら、ほんまに今カメラまた回してるけど、うん、一瞬切ってんけどさ、さっき、うん、マジで切れてるから。マジ切れしてるから。切った瞬間はマジ切れ。人格変わったもんね。なんかそうやってさ、なんかもう運を悪くするやろ、動画で。で、サウルちゃん別にやるんだけど、別にあれはいいよって。まあまあいいよいいよ。もう戻ってくることもないけど。もうまあまあいいよ。もう違うやん。でも聞いて、一個よ。あんた、待って、こっちやるわ、こっちやるわ。ああ、もう下届かんて。なあ、聞いてる？おい、聞いてるって。聞いてる？ん？豆の匂いするぐらいの。はい、お客さんになりました。こんな感じで高評価。いやいや、価格入ってないから。そんな感じで高評価、チャンネル登録、拡散の方よろしくお願いします。バイバーイ。ちょっと待って、今の この動画は底辺 YouTuber やろ。底辺 YouTuber やけども。